先輩が捕まった以上打ち消しの薬は作れないし、どうすればどうすれば。父、追いつかれるな。走れ走れ走れ、命の限り。理性のリミッターが外れたキスゾンビが相手ならそんなもんこっちも外してやれ。この湧き上がる彼女たちへの愛の力で。ああ、これで目が覚めたら正気に戻ってるのだい。よかった、間に合ったんですね、薬先輩。全部計算づくだったのだ、レンタロウ。いや、計算というかもうそれにかけるしかなかったって感じですけど。俺はナノを引きつけてあの場から離れさせ、逃げ続けて時間を稼ぎ、ただ待っていたんです。打ち消しの薬を一口しか飲めなかった先輩の薬の効果が切れ、体が縮んで紐がほどけるのを。あっ、そっか、それで動けるようになったのだ。いや、分かってなかったんですか。いや、レンタロウがなんか紐を溶かす薬でも仕込んでたのかと。ともかく急いで他の3人にも打ち消しの薬を飲ませましょう。